今日札幌地裁に提訴したのは、十勝の浦幌町のアイヌ民族の団体、ラポロアイヌネーションです。訴状などによりますと、団体は河川での経済的なサケ捕獲は先住民族の集団が持つ権利、先住権だとして、これを禁じた法律が適用されないことを国と道に求めています。もともと持ってた権利というものを取り戻すという意味、自分らで取った鮭で生計を立てという頑張っていきたいと。提訴に対し道は訴状が届いておらずコメントできないとしています。